随分もったいぶるじゃないか。よく来た。嬉しい。余裕をかましてるな、今のうちだ。俺がてめえに勝ったら俺の子分に手出さねって誓え。ああ、ではお前が負けたら何でも言うことを聞いてもらおう。ああ、なんだそれ。負けないんだろ。ダルビア、俺が伝説の不良ブラックエッグだね。約束通り何でも言うことを聞いてもらう。何を、何を。これを使って学校に通ってもらうか。ああ、なんで俺が学校になんて通わなきゃいけねえんだよ。素性がバレるようなことだと契約違反、その時はどうなるって。おい、何が目的だ。おい、待て。素性をバレるなと言ったはずだ。てめえにあの日負けてから、俺はこの瞬間のためだけに生きてきた。今日てめえに勝ち、全てを終わらせてやるよ。おいや、食べやがった。そこがお前の悪いってな。待てよ。次はない。おい、待て。なんで、なんで俺は学校に通うんだ。お前何が目的なんだ。おい。俺はある人からの指示を受けただけだ。なんだって、おめえより上がいんのか。誰やつや、そいつ。教えろ。すべてが知りたければ卒業してみせろ。おい、待て待て。蹴りをつけさせろ、ピラー。若いっていうのはいいですね。ではボス、私は後処理があるので。
おめえとこうして戦うのもこれで3回目だな。俺がどれだけ成長したのか見せてやるよ。行くぞ。見くびんないでよ。シンジは、そんな気がしてたぜ。俺がわざとやられてたいがあったら、私が来ることを見越してあいつの気を引くとはやるじゃない、花山くん。まあ一応プラスメイトだからな。おい、これで2対1だ。俺はずっと一人でお前を倒すことだけを考えてきた。いや、一人で倒すしかないと思っていた。だが今は違う。進藤と二人で今日俺はお前を倒す。蹴りはつけるわよ。すべて終わらしてやるよ。お前に俺は倒せない。
なぜだ、なぜなんだ。お前にできることは約束通り学校に行くことだけだ。待って、お前は、お前の目的は何だ。この間言ってた、お前に指示を送ってるやつは誰なんだ。